はい。今回は、えー、今注目の的、田口翔についてやっていきたいと思います。えー、これ普通の24歳からですね、一気に借金5100万円を抱える男になったわけですよね。ここまで一瞬で、えー、今後お金に苦しむことになるとは、 本人も思っていなかったんじゃないでしょうか。もう4630万円振り込まれた時点で、俺金持ちになれるぜーとでも思ってたんじゃないですかね <laughs>。一気に転落をしましたと。えー、そんな田口翔容疑者、えー、驚きの展開が2つもありまして、一つ目がですね、なんと田口翔容疑者、逮捕されましたおめでとうございまーす <laughs> <laughs> えー、今までですね、動画を出すたびに、えー、田口翔容疑者という風に呼んでしまいそうになる場面がですね、僕個人的に何度もあったんですけども、無事にですね、本当に容疑者になってしまいました。<laughs> <laughs> まさかですね。まさか逮捕されるまでなるとは思わなかったですけども。まあ、人の税金をこ,これだけ使うと、こういうことになるわけですよね。うんじゃあ、小室圭さんも逮捕されてもおかしくないんじゃないでしょうか。<laughs> あの、使った金額、使った税金で言えばですね、小室圭さんの方が税金使ってますからね。はい。億単位で使ってますからね。<laughs> 田口翔なんてもう、あの、ヘでもないわっていうぐらいですからね。はい。 えー、今回この田口翔容疑者ですけども、この阿武町の町長もですね、あの田口翔容疑者がこの謝罪と返金の意思を見せたことで、なんか安心したようなコメントをしていましたけども、まあ僕個人的にはこうバカだなぁと思って帰ってくるわけないだろうと。なんかか、返す意思があるように見えてるからなんか、結構温度感下がってですね、安心したように見えてたんですけど、 いや絶対帰ってこないだろう。何言ってんだよ。騙されんなよ。とかって思ってたんですけども、まあ、若い医者の感じかなと思ったら、まさかの逮捕ですからね <laughs>。 <laughs> まあ、そして、しっかりと逮捕の準備もしていましたと <laughs>。いやー、そしてもう一つですね、驚きの展開がありまして、えー、二つ目がですね、これまたまさかのですね、あの、大麻常習犯疑惑です <laughs> で。そのヒントがですね、こちら、田口翔容疑者の、えー、インスタグラムが特定されてしまっていまして、一枚しかですね、写真ないんですけども、この写真が大麻常習犯のヒントですと。あちなみにですね僕、えー、とインスタグラムやっても ますので、えー、ぜひ、えー、まだフォローしていない方はですねフォローいただければと思います、えー、と概要欄にアカウント載せてますはい、えー、こちらの写真になるんですけども、えー、今ですね文春法が炸裂していましてでもどうもですねこれマンチーズって書かれてますけどもこのマンチーズっていうのがですね、えー、地元の仲間で作ったグループでして、えー、対話を愛用しているグループっぽいんですよね でこのマンチーズのマンチがですね、えー、空腹感を表す言葉で、えー、タイマーをするとですね、空腹感が襲うらしく、えー、田口翔容疑者が、えー、よくですね、マンチ入りしたわーとかって言ってですね <laughs>、アホみたいなことを言ってたみたいなんですよね、えー。しかもですね、このキャラですよね。こ、このキャラいるじゃないですか。目がビューンって飛び出てるこのキャラ。 これですね。あの、ニット帽をかぶってるじゃないですか <laughs>。これ、田口翔容疑者ですよね <laughs>。えっとですね。これ、前回僕が出した動画になるんですけども、田口翔容疑者、ニット帽をかぶってるんですよ。これ、全く同じニット帽じゃないですか <laughs>。よくですね、これ、やっぱり田口翔容疑者、ニット帽をかぶってたんじゃないですかね。うんこれ、一緒じゃないですかはい。 まあ、ニット帽愛用者のようですと。まあ、早速ですね、コメント欄も荒らされておりまして、えー、田口翔のインスタか見つけたぜ <laughs>、えー、逮捕されたけど、えー、薬物法関連でも立件できる可能性があるぞ面白くなってきたわらわらわらとかですね、えー。そもそもこんなクズに申し訳ない気持ちなんかないから、<laughs> かですね。<laughs> <laughs> っていうのでですね、まあ、コメント欄も荒らされていますと、一部ですね、本当に証拠あるのか、まあ、擁護するようなコメントもあるんですけども、仲間じゃないですか、これは。はい。で、どうもですね、この阿武町に住まれてたっていう話ありましたけども、え、阿武町に引っ越したのも、大麻を使うため、もしくは栽培するためだったんじゃないかというふうに言われています。で、ちょっとですね、これ、文春法が炸裂してるんで、えっと、文春の記事をですね、一部紹介したいと思います。 一昨年夏彼らは大麻の栽培は山奥が適していると話し萩市などの物件を見て回り最終的に阿武町に決まったマリファナ X という本を読んで品種などを勉強していました転居後彼はホームセンターで働き始めましたが大麻栽培の軍資金獲得のため移住後他のメンバーが田口翔容疑者に会いに阿武町に行くこともあったと まあこのように書かれていまして、えー、続きの記事でですね、実際に田口翔容疑者の仲間が、えー、昨年の夏、タイまで逮捕されているというような記事も書かれています。これ完全黒ですよね。<laughs> 仲間も逮捕されているわけですからね、マンチーズの。<laughs> ラーブラーブって書かれてますけどうん、ちょっと何なんでしょうね、これは。<laughs> で、以前ですね、僕のツイッターでも、えー、田口翔容疑者の4630万円がどこに行っているのか、えー、水追記録っていうのをですね、紹介しましたけども、えー、明らかにですね、ネットカジノ以外にもですね、使ってるっぽいんですよね。えー、まさかこれ、大麻関連にもお金を使ってた、もしくは使おうとしてたんじゃないかというふうにも思ってしまいます。で、それであればですね、えー、お金もすぐなんか飛んでしまいそうじゃないですか、使い切ってしまいそうじゃないですか。 まあいろんなところでぶっ飛んでますよね、この人はい、えー、田口翔容疑者がですね逮捕されたニュースでもそんなことを匂わす書き方をしている記事がありましたので、えー、逮捕に関連したニュースの紹介と合わせてですね、えー、紹介していきたいと思います、えー、今回の記事、こちらです、えー、4630万円振り込みミス男、えー、田口翔容疑者24歳を逮捕ご入金知りながらスマホで400万円振り替えか。 引き続き、捜査へ。というので、こちら、日テレニュースの記事になります。まあ、400万円どころか、4630万円も使ったって本人言ってるんですけど <laughs>、本人全部使ったって言ってますからね。はい。しかも、借金は5100万円って、逮捕もされて、えー、借金も5100万円一気にしてしまい、田口翔容疑者、一気に人生終了っていう形になってますね。 え普通逮捕されてもですね、ある程度頑張れば人生やり直しが効くと思うんですよね。さすがに逮捕されて、釈放されても、こう、借金5100万円からスタートですよ。人生やり直しできないんじゃないですかね。うん。まあ、今回みたいなギャンブルで借金したケースって自己破産もなんかできないっていうような話あったりしますから、 やり直し結構きついんじゃないかなと思いますけどね山口県阿武町の4630万円の振り込みミス問題で山口県警は18日夜阿武町の田口翔容疑者24歳を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕しました山口県警署前から中継ですこの詐欺師やろ逮捕の一報が入ったのは18日午後10時半前でした 山口県警の発表によりますと、田口容疑者は入金された4630万円が誤って入金されたものであることを知りながら、先月12日、自身のスマートフォンを操作して、決済代行業者の口座に400万円振り替え、不法な利益を得た疑いが持たれています。不法な利益ってどんな利益なんでしょうかねうん、お金なくなってるのになんか利益が出てるんですかねどういうことなんでしょうかねうーん。 怪しいですね。田口容疑者はこれまで振り込まれた4630万円全額をネットカジノに使ったと弁護士に話していたことが明らかになっていて、今回の容疑はこのうち400万円です。警察の調べに対し田口容疑者は容疑を認めていて、警察では余罪についても調べるものとみられます。余罪についても認めた方がいいんじゃないでしょうか、早いうちに。はい。 認めるのは早い方がいいですよ、田口容疑者さん <laughs>。この決済代行業者って何なんでしょうかね。一応ですね、記事ではネットカジノっぽい書き方してますけども、なんか本当かよっていうふうに思ってしまいますよね。まあ逮捕もされたので、こういったお金の使い道っていうのをも,もっと今後明らかになるでしょうね。まあ期待したいですね、そういうところに関しては。 まあ、この方ですね、田口翔容疑者ですね。まあ、先ほどもお話ししましたけども、大、え、麻、ー、常習犯と言われているので、なんかお金の洗浄ですとか、マネーロンダリングとかっていうふうに思ってしまうんですよね。まあ、でもこういうことやればですね、バレない。お金がどこに行ったかわからないとかっていうふうに思ってるっていうところがすごいですよね。まあ、頭悪すぎと、まあ。簡単にバレると思うんですけどねうん。で、この記事の最後ですよね。これ。 警察では余罪についても調べるものとみられます。余罪余罪って何でしょうか大麻のことじゃないでしょうか <laughs> しっかりと調べてくださいっていうのでですね、えー。この田口翔容疑者のですね、インスタグラムをチェックして、えー、田口翔の仲間をチェックして、えー、尿もしっかり調べて、えー、阿部町の家もしっかり調べて、えー、これ再逮捕ですよ。うーん。 これまさか、阿武町の職員がですね、税金4630万円をかけた、大麻常習犯の釣りだったりするんですかね <laughs> なわけないと思いますけども、だとしたら凄す,すぎますよね。あの、4630万円、餌って、餌で巻くぞつってピューって巻いたら、なんと、すごい魚が釣れたと、おー詐欺犯も釣れるし、えー、大麻常習犯も釣れたーって <laughs>。そんな話なんでしょうか。 阿武町職員さん教えてください。はーい。えー、いい仕事しましたね、職員さん。<laughs> はい。えー、皆さんですね、今回無事ですね、田口翔容疑者逮捕されまして、えー、大麻、大麻常習犯としてもまた逮捕されるんじゃないかというようなお話出てきましたけども、えー、こういった、えー、逮捕された事件についてですね、皆さんどのようなご意見お持ちでしょうか。えー、皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。 はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。